どうも、お疲れ様です。曹操軍、また、軍団ではないけども、見に来ていただいた人、ありがとうございます。お疲れ様です。それでですね、今日は、やはり自衛についてパート2をやっていこうかなと思います。ですね、とりあえずうちの状況はですね、南蛮力士、まあこれ紫なんで中ぐらいの、アイテムですね。南蛮力士とこの、鳥さん、鳥さんマーク、これ、ブルーのアイテムなんで、やっぱり一番あの下級のアイテムですね。本当はこのオレンジ色のこのやつが欲しいんだけど、なかなか来ないですね。さあ、鳥さんもね、結構最高レベルまで上げればいいんですけども、ただこの強化っていうのは結構厳しいですね。あの翻訳はなんとかなっても、緑のこのコインがね、なかなか大変で、売ればね、いろいろできるだ、売ればね、できるだろうけども、やっぱね、こっちも貯めたいなっていう気になっちゃいますよね、10。まあ、紫は60だから、なかなか、貯めるのが大変なんですね。そうで、なんか来てるな。今ね、まあ、金曜日だけど、昼を過ぎた感じ。ああ、ソウさんか。ソウさんはね、青の三国志時代からの、もう4年以上の付き合いになるのかな。ずーっと、会ったことないけど、ずーっと、やっぱり曹操軍、青の三国志の曹操軍で戦ってます。まあ、戦友みたいなもんですね。いいよ。最強レベルの勇士を送ってやるか。とね、あの、勇士は一体ね、65,000もかかるもんだから、あんまり出したくない。もう、いっぱい出してるともう全然資金がなくなっちゃうんで。で、とりあえずね、まあ今のところね、食料はね、もうマックスにしました。マックスはね、200なんですよ。これマックスだと200万貯まります。これでまあ1日ぐらい持つんだろうか。今あの鳥さんをね、鍛えてます。南蛮勇士はね、攻撃力よりもまあ防御力守ってくれるらしいんで、なんかよくわかんないんだよこれ。南蛮力士ってのも、この増援武将に4秒間反射光を与えると、4秒間だけね、ダメージを反射させるんだよね。毎回ダメージを、自衛力のダメージを反射させる。だからこれ増援武将だけ、増援武将って何なんかね。増援ってもしかして援軍テントの40そこそこのやつ、それか増援武将って書き方が変だよね。普通の武将のことなんかね。武将、こうやったら結構武将も、守ってもらえるんだからね。ありがたいんだろうね。で、まあ、とりあえずね、一番期待してるのはね、この機関人形がね、機関人形はもう25溜まってんですよ。だから40にすれば機関人形、手に入るんだよね。あと15なんですよ。
これブルーアイテムなんだけども、結構ね強いみたいですよね。なかなか俺きた使えるんじゃないかと思う。レベルマックスにすればね、まあコインをなんとかすれば強化してスキルもマックスになるし、そうするとまあスキルマックゼロの状態でもそこそこ使えるんじゃないかと思う。5秒ごとに。敵目標ロックオン。ゲージ6の361%ダメージを与える。だから361ってことは、この儀力128のまあ360%だから3倍、4倍弱ぐらいのダメージを与えられるってことかな。そうなると本当1000以上のダメージを与えられるんだけど、わからん。この書き方がね、なんとも難しい、なんというのかね。あ、神秘商店の収録は危険は、わからん。やっぱりここでガチャ回して宝物殿見てみる。宝物殿で、これアイテムをさ、アイテムとか、欠片を売ったとしてもね、あんまり、まあ120のコインで、これを、だとしても2でしょ？だから240コインを売ったとしてもだな、4しか手に入らない、5にならないんですよ。だからなんか中途半端だよね。5にしてくれればいいのにね。だからこれ売るのもなかなか、そんな売るぐらいだったらやっぱりもう、まあ使わないか感じで1年もかね、まあでも半年、でも3ヶ月毎日あればそこそこ手に入るんじゃないかなと思うんだよね。まあ機関人形をなんとかね集めたいと思いますよ。そうすればいい。まあ鳥さんもね結構いいんだけど、オレンジマークなんかはね120がマックスだからちょっと厳しいですね。まあ、紫を狙うかですね。とりあえずこんな感じなんですけどね。まあちょっと毎日ガチャやってやるしかないですね。あとこれは2700だから、お金のある人はやってもらって、まあでも、お金を出せばね、何でも買えるから、やっぱりね、こそこそ集めるの いいんだよ、なんかおばさんになった気分だよ。スーパーのポイントカードでさ、こそこそ集めると。まあでも、僕も、スーパーとか、ね、ツタヤのポイントカードもね、6000ポイントとか、ちょこちょこ貯めたから、まあ、貯める楽しみってありますよね。頑張って。ありますかね。どうなんだろうね。他、ちょっとわかんない、これ。まあ、どうせ紫しか、手に入れないから、何がいいのかな。6秒ごとに反射、これ反射ですね。ダメージ反射。なんかすごいな。309ダメージ与える。この195で4倍ってことは1200ぐらいだから、そういう計算だったら
結構ね、6秒ごとすごいダメージなんだけど、そう、意味は違うかもしれないよね。なかなかいいね。よくわからんだけど。この静観っていうのは体力回復ですね。増援武将に負荷する。戦闘状態に増援武将に負荷。多分この増援武将っていうのはいつもの使ってる4体の武将のことを言うんじゃないかと思うんだよね。確かにいつもの援軍テントはね、あれ武将じゃないもんね。増援テントはあれ兵士だもんね、勇士とかね。やっぱ増援武将って普通の武将のことなんですかね。そうなれば結構まあ体力回復させてくれいいよね。まあいろいろありますけどね。まあ青い低級のやつはね結構手に入りやすいんですけれどもね。案外いいんじゃないですかね。低級の武将もねみんな持ってんのかな。185のダメージ、よく使ってみないと分かんないけどね。まあそんな感じで頑張りましょうかね。これも満杯にしてもらって、ということです。終わりましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いしますね。